あ、結構しっかり差し込まなあかんな。これはアドレスが表示されてんのかな。加藤から発売されている D102 DCC 基本セットを開けていきます。僕は DCC 全く詳しくないんですが、勉強がてら使っていきます。とりあえず中身を出しましょう。オープンと、お、中には説明書が入ってる。そしてこれは延長ケーブルかな。そしてこれが本体か。先に本体出していきます。プチプチの袋に入ってる。いきます。と、おお、デザインかっこいいな。これが加藤が販売しているデジトラックスのコマンドステーション。型番は DCS51K になってます。デジトラックス社のものを加藤が販売しているという形になります。後でまた詳細見ますが、本体寄ってみます。すごい、ボタンがいっぱいついてる。正直このボタンだらけのデザインがとっつきにくさを演出しているような気がします。そしてスッと加藤のパワーパックに準じたハンドルがついてる。これは加藤仕様になってます。加藤が今のところ販売しているのはこの DCS51 というものですが、本家デジトラックスの公式ページを見るとこのモデルはもう型落ちしてんのかな。今は DCS52 というものがラインナップに追加されてます。ほぼ同じ形状ですけど、ここにモニターがついてて操作のボタンも少し分かりやすくなってます。いわゆる DCC 操作するためのコントローラーをコマンドステーションって言うんですが、これもいろいろ種類があって、このモデルみたいに本体にボタンがついててここで操作するものもあれば、メインの機械があってそこから電話の受話器みたいなのが伸びててリモコンで操作するものもあります。最近はスマホとかタブレットを使って操作するものも主流になってます。なのでこの機械はちょっと一世代前のモデルではありますが、できることは一緒かと思います。あと本体背面だけさっと見とこう。加藤仕様ということで加藤のフィーダーに対応したジャックがついてます。そして電源入力とロコネット12っていう端子がありますが、これは別のコマンドステーションと接続して使うための端子やね。そして本体背面はこうですね。うん、まあ普通のコントローラーやね。そしてあと中に入ってるのは多分アダプターかな。と、あ、これが電源アダプター。 D102 セットの中身はこうです。コマンドステーション本体と電源ケーブル、それとクイックスタートガイドやね。なるほど。まあなんやら言うてますが、僕もそんなに詳しくなくて、断片的な知識とざっと調べた情報しか持ってないんで、間違えるところもあるかと思います。間違えてた場合はすぐに謝罪します。っていうかもうすでに謝罪して先に動画アップしておきました。まあそういう問題じゃない気もしますが、準備は万端。正直 DCC ってすごいややこしそうでとっつきにくい印象はあるかと思います。それこそこんなにボタンがついてたらややこしいに違いなさそうやし、ハンダ付けしたりデコーダー取り付けたりするのもややこしそう。そう思ってるところは未だにありますが、そもそも DCC って何ができんのって話をすると、大きく分けて2つ挙げれるかと思います。まあこれもいろんな考え方あると思うんで、僕が思う2つ。まず1つ目がギミックの操作ができる。例えばコマンドステーションのここを押すと模型の汽笛が鳴るとか、こっち側を押すとライトをオンオフできるとか、その他パンタグラフの昇降ができたり、カプラーの自動開放ができたり、模型に積んだギミックをここで操作して遊ぶってことができます。そして2つ目が鉄道模型をシンプルに遊ぶことができるっていうことやね。いや、こんなにボタンがごちゃごちゃついててシンプルに遊べるわけがないって思うかもしれないですけど、シンプルに遊ぶためには条件があります。例えばうちのレイアウトみたいに単調なエンドレスレイアウトで遊ぶ場合は、この DCC の力っていうのは発揮できないんですよね。どう考えても単線のエンドレスで遊ぶ場合やったら、前進と後退切り替えてここで速度調整する、こっちの方がシンプルなように思います。ただエンドレスレイアウトを伏線化したり、その伏線を渡り線でつないだり、各エンドレスに対比線をつけて、さらに内側のエンドレスにはヤードをつけてみたいな、ポイントが増えればポイントの配線も増える。そしてこの側面にポイントスイッチをいっぱいつけていく必要があります。もちろん列車を操作するにあたってコントローラーを増やす必要もあります。でも DCC にすれば配線をなくして全てこれだけで操作することができるということやね。単純な操作はもちろんこっちの方がシンプルではありますけど、複雑なレイアウトに関してはこっちの方がシンプルに操作することができたりするっちゅうことです。じゃあなんでそんなことができるのか。 DCC はコマンドステーションからフィーダーを使ってレイアウトに給電します。ただ DC 運転と異なるのは、 DCC の場合は接続しているレール全てに同時給電をして操作することになります。だから伏線であってもヤードがあっても
全線路に同時給電してるんで、車両を選択して個別に操作することができる。あとポイントにデコーダーを仕込んでおけば、レールからの給電でポイントを操作することができるんで、ポイントの配線をなくすことができるっていうことやね。ほうほいでもって、加藤がデジトラックスの DCS51 を発売していることで、トミックスのティーノスと比較されることもあったりするんですけど、この2つはボタンがいっぱいついてるというところは似てますけど、中身は全く異なるものです。こっちは自動運転をするための装置ですが、こっちはさっき言ったみたいに DCC 運転するためのものなんで、加藤とトミックスのややこしいコントローラーシリーズで比較したくなるのはわかるんですけど、考え方もできることも全く別物ということです。 DCC 側も上級者の方は自動運転のプログラムされたりしてると思いますけど、まあそれはそれということで、ひとまずこれとこれはちゃうよという話だね。で、うだうだ喋ってますが、はよ使えってコメントされそうなんで、実際に使っていきます。DCC 操作する場合は車両側にデコーダーを入れる必要があります。ものによってはデコーダーをハンダ付けしたりする必要があるんですけど、加藤の場合はこの DCC フレンドリーのプラグインタイプのデコーダーを使うことで、車両に加工することなく DCC 化することができる。今回はこの DCS51 と DCC フレンドリーのデコーダーの組み合わせで操作して遊んでみます。DCC フレンドリーのデコーダーもいくつかあって、今映ってるのはヘッドライト、テールランプを制御できるデコーダーです。これを先頭車に取り付けることで、ヘッドライト、テールランプのオンオフをコマンドステーションからできるということやね。こう。そして動力車に組み込むデコーダーはこれになります。電車型動力車用デコーダー。複数の車両を制御して運転したい場合は、各動力にデコーダーを仕込んでおく必要があります。その他にも室内灯制御用のデコーダーも販売されてますけど、今回はライト制御と動力制御に関して見ていきます。まずは先頭車にライト制御用のデコーダーを積んでみる。加藤の最近の車両は基本的に DCC フレンドリー対応になってて、先頭車はこの床下のパーツを外すことでここにデコーダーを差し込めるんやね。 DCC フレンドリー対応の車両は公式ページに DCC フレンドリー対応っていう記載があるんですが、DCC フレンドリー対応してるのに DCC フレンドリー対応って書いてない場合もあります。あと最近発売された車両でも DCC フレンドリー対応してないものもあるんで、そこら辺ちょっとごちゃとなってるんですけど、まあ、とりあえず水風は対応してる。ではここにデコーダーを取り付けます。おお、本当は DCC 化する前にデコーダーのテストをした方がいいみたいなんですが、今回はテストなしで行ってみます。多分大丈夫でしょう。あとはデコーダーをここに差し込みますよ。ここでスライド刺すのか。あ、結構しっかり差し込まなあかんな。ちょっと固めなんで奥まで差し込むと。あとは蓋を戻しときます。これで先頭車にデコーダーが入った。本当に差し込むだけ。そして反対側の先頭車にもデコーダーを取り付けます。こっちも一緒やね。外して、そしてこっちにもデコーダーを取り付けるんですが、列車は進行方向があるんで、先頭車と最後尾車でデコーダーの向きを変えて差し込みます。ここは本当にしっかり差し込む。ちょっと伝わりにくいですが、先頭車同士でデコーダーの向きを変えて差し込んでます。あとは同じように蓋をして OK。 よいしょ。続いて動力車にデコーダー積んでいきます。動力車はこの床下を外すんよね。ここをスライドさせて外す。おお。てか水風は前一回バラしてんのか。ここでいいのかな。ここに差し込むんかな。あ、収まった。ちょうどデコーダーが入る形になってんねや。そして動力台車を戻しておきます。そして蓋を戻す。これで動力車に DCC フレンドリー差し込んで DCC 化できたはず。じゃあ使ってきます。これ電源はないのか。コンセント挿したらつくっぽい。いきます。ブスッ。お、ついた。今03と出てますが、これはアドレスが表示されてんのかな。そしてここから初期設定的にどうするのかというと、さっき取り付けたデコーダーにアドレスを割り当てます。その場合は本体からプログラム用の線路に車両を乗せてアドレスの書き込みを行います。さっきちらっと見ましたが、背面の端子左からジャンププログラムフィーダーとあります。ジャンプ端子はパワーパックと接続して、つないだパワーパックをコントローラー代わりにして使うときに使うやつ。そして1個飛ばしのフィーダー、ここは通常のフィーダーと一緒でレイアウトに接続します。
で、真ん中のプログラム、これはデータの読み書きをする際のプログラム用に使います。車両に積んだデコーダーにプログラムを書き込みたい場合は、ここにプログラム線路をつなぎます。プログラム線路とは、普通にフィーダーと直線線路、この線路は車両1両分ぐらいで OK。 これをここにプスッと刺すと、これがプログラム線路ね。じゃあここに車両を乗せてアドレスを変えていきます。